初見。わお。こんにちは。こんにちは。俺マック食いすぎじゃね？昼。昼マック食いすぎじゃにゃ？仕事中お疲れ。日曜もお疲れさんです。犬マイクつけて初見な。宮崎県民、あら。いや、なんか、いや、今日は違うっすね、なんか、あんま腹減っとらんくて、でもなんか食わんといかんやん、うちの飯は。あいよ。すっぴんってか、いつもすっぴんよ、俺。いつもすっぴんよ。うん。体調悪いんどげんしょ、夏バテ？チャス。え、今日はベーコンレタスバーガー。あいよ。ベーコンレタスバーガー一丁。どうも、タグヤです。最近なんか俺日曜の昼やりがちよね、なんか、うん、今日ちょっと夜の TikTok お楽しみに、まあ、7時半ぐらいまたあげますけどもね、もうちょっとこすりすぎかなと思ってますけど個人的にはなんかこんなキャラがなんか今までバズったこと自体がなんかキャラでバズりはなかったけんね、やっぱあいよ。そう、最初今日は店長なんと出張から、そう、だいぶ長期の出張から店長が帰ってきたっていうやつで始まりますのでそうだよ、こんな店長とかね、変な人やりよるやん、熊本の彼氏。普通に今日デュエルマスターズって朝あったの知っとる？みんな。デュエルマスターズの今期のオープニングテーマ俺作詞作曲したけんねアビリティぜひ、はい、ご覧ください。ぜひデュエルマスターズご存知でしょ皆さんね。ガチよガチ。今度デュエルマスターズあれやったら見てん。オープニングの最後の方タイトル出てくれた、杉本拓也で書いてあるけん、ガチで。2クール前かな、2期前かなんかのエンディングも俺が担当したんやけど、曲を。暇なんですけど宅分見ときなせ、ご飯食べるけん。俺の飯食うとこも見とけ名前書いてあったぞ、ね、おはよう。初見さんとも、俺そうシンガーソングライターとダンス&ボーカルグループやれるけん、普段。店長さんなんやけど。店長さんはもうマジでネタだけんね。ほんとに。やっぱ俺、あいよの人なん？あいよ。あ、なんかツイッターあれよね、今。変な規制かかってなかった。わっちゃんありがとう。ぜひ初めましての方ツイッターとかフォローよろしくお願いします。はい、指輪これ全部古着屋さんで買ったやつ。そう、すぐこんなんばい。でも俺素でもこげん感じで話しようって思った。話さんってマジ普通だけど、これがポテトあるわい。だけどなるほど、みんなが見てる
元ヤンの方の方が俺の喋り方普段の方には近いやつだよね。どっちかというと不器用な彼氏、ああ後編とかってあの顔よくなかったツイッターフォローしてありがとう、ハンバーガーあげる、愛用ツイッターフォローしてくれてハンバーガーあげる、愛用ふっふっ下スウェットこれでシチューシー結構普通に外巻きする。なぜなぜ愛用、今日の愛用めっちゃ面白い。俺もね基本シャワー浴びるときに考えるスタイル TikTok、 今日またテンションやるんやけど久々に1週間ぶりぐらい多分。今日の愛用めっちゃ面白いけどちょっと楽しみしちゃって。熊本出身、7月8日誕生日、もうすぐ。食べ方嬉しい、分からんけどね自分で。あいよベーコンレタスバーガー一丁こんにちは。公園で喧嘩する場合不器用なやつみたいやね、ありがとう。俺昨日のウーパールーパードン、ウーパールーパードン自分で言いながらちょっと危なかった。俺でも今日のまかないもマジ面白いけん、ちょっと俺結構最近のやつああいう系のやつって笑って NG 出してしまうね。コーヒーじゃない、メロンソーダ。ファンタメロンあるの知っとる、今マックにあるらしいけん。ツイッター普通に俺の名前で出てくる場合、杉本拓也で、あの拓也がマジ出てこんどね。まあ熊本の彼氏とかでも多分出てくると思うよね、さすがに。俺のなんかことツイートしてくれるとみんながおるけん、あーってありがとう。マクド食べてんの関西なん、どけんしたと関西行く場合、8月8日、ごめん間違えた8月4日。いつも見てます、ありがとう。あ、なんかこうお腹減ってないやつだね、あんまりいつも見てます、嬉しい。初見です、よろしくお願いして、あいよ。カラコンしてないよ、ほらなんか直射日光ってあらが目立つあらが目立つ。拓也くんよ、知ってるよ。最近眠れとるよ、うん、普通に5か6ぐらい。拓で合っとるよ。そう、あの王にだけ豚の左が王って覚えたり、拓、俺の拓、矢が弥生の矢かな。熊本県民、7月の26日、28日、熊本行くけん。遊びおいで。サンシャインのライブで見た、俺。ありがとう。そう、関東ではめちゃくちゃライブしろってたね。ダンス&ボーカルグループ、ブラックアイリスってグループで。ありがとう。あ、モデルじゃない。うん、まあなんかね、ちょっと雑誌載ったりとかもしたことあるけど、メインがそのブラックアイリスっていうダンス&ボーカルグループとシンガーソングライターやっとるっすよ俺。そう、どっちもね名前とか検索したら多分ミュージックビデオとか曲俺書いとるけん、見てみなっせ、聞いてみなっせ。でも直接会いに来たかったら会いに来なっせ。
おつまり目パッチリ今日。手めっちゃ綺麗、ありがとう。マジもうすぐ誕生日なの。今日対バン。お姉ちゃんがたくやくん好き。あなたは誰好きと。あいよ。東北行った子にあってたよね。夜勤頑張れ。店長まだ帰ってきてない。そう、店長まだ帰ってきてない。今日夜帰ってくるけど、7時半ぐらいに。パスありがとう。え、マジでね、熊本雨大丈夫やった？なんかめっちゃ降ったみたいな。心配になった普通に。雷は九州やばかったとだろう。今からマック行く、行ってらっしゃい。人を知らん人を知らんかった。やばい。この時期ダゴ雨降るもんね。なんか、まあ、全国そうやけど。ごちそうさまでした。髪食べよ。でもマック食べ終わったらもう TikTok 撮りたいけん終わる。短いよ。大好きになっちゃって。昨日来とったぞ。ギガなくなるからありがとう。申し訳ない。本当ね。またね、またね。あいよありがとう。ドアの押し引き間違えたことあります。え、それなんか DM しとった俺に昨日ぐらい。コンビニのみたいなだっけ。俺なんかそれめっちゃ昨日見た記憶ある。あとやとあの7月26日に品川ステラボールってところでサマータッチというワンマンをするので、あのぜひ遊び来てください。お待ちしてますお待ちしてます。ライブ情報とかいろいろツイッターインスタにいっぱい載ってるので、サマータッチ今日待ってる。行きたい。え、来なっす。マジで。7月8日からチケット発売しますので、また一般発売よかですか。待ってます。はつらつファンでありがとう。九州は28、29、30、7月行く。28熊本、29、30福岡。29俺のソロ単独で、他がグループで行く。
それ行きたい、来なっていいよ、おいで。それが俺次やるのが26やね、もう26東京で、28が熊本。俺福岡近く、来なっせよ、おいで、どこんこもぜひ。めっちゃ可愛いやけど、あいよ。マジで今日晴れたね、すげえ、マジ雪なし。自分熊本、待ってる、26おいで、28、26、いきなり東京はカロリーあったらあれやけど、一応来てほしいけどね、あの品川はマジで。8月東京でライブ、めっちゃあるよ多分。なんちゃ7月やろ、どうかな、情報待ってたよね、ちょっと熊本福岡応募して嬉しい。そうでもライブ来てだけ言ってもちょっとわけわからんと思うけん、あの俺の名前とか、まあツイッターとかインスタ見てもらったらあかんけど、何しとうかが。あ、しながら友達と来るっすよ、嬉しい。そんだけあの SNS いろいろ見て、グループはちょっと見てみて、あとソロのやつもミュージックビデオとかも結構あるけん、ライブハウスがめっちゃ多い。熊本 B9 でやるよ、 B9V1。 曲好き、嬉しい、マジいろんな曲あるけん。ライブ何持ってけばいい、体、財布、携帯、あとはあれと、グッズ今ちょっと売ってるけど、タオルってもうないとだっけ今。あ、ちょっとあのグループはペンライトとか売っとくあれないけど、ちょっとソロの持ち物に関してはちょっとおいおい説明したいことがたくさんあるので、まだちょっと言えません。はい、拓哉のソロライブ26とか28とかに関してはちょっとまだおいおい、ちょっと持ってきてほしいものがちょっとまだ言えないので、もうちょっと待っとってください。はい、いて財布はマジで持ってこいよ、本当に。あ、いや、あの俺は本当にあの財布をよく忘れるので、財布忘れた人に言われた国はね、分かる、俺マジ忘れるって言ったよ。そう、ペイペイでどうにかなるってなっとるけん。現代社会でよかったよ本当にね。はじ、ありがとう。ゲリラがゴリラに見えた。そういうの好き、俺小学生だけ、あの脳内。あ、鍵ありがとう。お日のライブ珍しいど、日曜日最近やるよる。イヤホン忘れて、フードコートで今ダイヤモンドで聞くと、フードコートのみんな、あいよ。お庭でプールしてる、いやん。そんなんじゃないね、いいね、昼から。弱っちゅうやよ、あいよ。
ワンピース見た場合、もちろん。ポテト一本ちょうだい、いいよ。目つぶし。そんなあーんとかしません、俺は。うん、鼻ブシ、鼻ブシ、目つぶし。ブシ。ヤンキーの声聞きちゃう、こんぐらい聞くしとるか、あえて。うん、割とこんぐらい言っとるの俺。なんかシンプルに俺これぐらいやってたね、普通で話すときて。こんな低く、うん、これちょっと作っとうか。でもマジこんぐらい甘辛。俺が一番元気なの日、やっぱお昼、太陽。太陽の力ってマジ大事だね、普通に。俺だってもう何があれ、朝起きたら一発目絶対カーテン開けるもんね、マジで。いや、夜行性って言いながら俺起きるのも早いけどね。ほぼ起きて起きない。初見さんどうも。うん、活動時間長いの俺もったいないっつったよね、寝とるのが。健康的大事。夏生まれっぽい、ダゴ夏生まれ。もう1週間後あれやん、納豆やん、もう誕生日。マットレス買った、買った、長かった。マットレスというか、マットレスもそうなんやけど、ベッドフレームとか買って新しく。熊本の彼氏バイアイよ。うん、牛丼我慢せなんだけど、今ここから。最近おすすめ出てきた。あら、今日もてん店長やるバイ。はいよ。そぎゃん言われましても。店長マットレス買った、高いやつ。ね、あの初めましての方、あのぜひツイッターインスタフォローしてみてください。何者かわかります。最近ちょっとずつなんか知ってくれてる人も増えたよね、なんかね。俺が口うるさく言うけん、ね、カマキリペットってなんなん。そう、あの芸能活動やっておりますので、歌って踊って曲書いて何でもやってます。歌って曲踊って曲書いて店長やって。はい、ライブもめっちゃあるけん、ぜひ7月26日は開けちゃおうぜ。うん、東京やけど。高身長女子いいと、よかった。デュエマメント、あ、嬉しい、ありがとう。福岡ちょっと場所ね、まだ詳細ちょっと出とらんけん、ちょっとあの一旦フォローばしてからちょっと情報待っとって、うん、リツイートとかもするけん、またストーリーも上げると思うけど。726はマジで来たがいいよ。うん、来たいんやったらマジで来たがいい。ブルノマーズさんも言ってました、このライブは今回しかないんでね、言ってた。みんなが送ってくれたやつ見て刺さった、普通にそれなと思って。そう、どんだけ同じ曲やろうがね、そのステージはそのステージ1回だけですね。そう、全ライブによる、それは。同じ曲でも同じパフォーマンスは1回もないしね。でも泣けんつって、なんかあのじゃあ同じ曲ずっとやろっかってはならんけんね。うん、この曲
とこの曲の流れちょっと多いけん、まあ、もちろんねその日久々に来る人もおるけど、いっぱい来てくれる子もおるけん、その子たちもあの変わり映え見せたいしとか、そうメンバーとしても刺激になるしとかね、新鮮さとかああいう考え頑張れ欲しい、ファイト、おにぎりね、昨日好きな人に告られました、自慢、よかったね、よかったね、おめでとう、どけました、それで生タクヤ楽しみしとって、てかまあ俺らのなりわいだしね、ライブが、そんななんでライブ来てって言うんですかって、仕事だけよ、一番大事な、だし一番大好きなもんだけどね、そのために俺熊本の彼氏やるよし今トイレファイトマイクによって変わるばい、本当の彼氏でマック買い行くの、え、もう普通にこのままやけど、基本ウーバー、コストコ行くの何回いる、ナマズ買ってきてもらってよか手が俺、一昨日に、あの俺家電をずっとね同じの使ったっさい、もうこっち来た時にもう5年4年6年前とかになるけど、あのまあ金なかったけん俺、その時にそのなんか安くもう住みたくて、とりあえず東京に上京しちゃうと思ったけん、6年前ぐらいにそう上京してきて、結構あの家賃安そうなとこ住んで、地域的にも、でも家もちょっと遠くていいけん、でもなんか俺がちょっとあの我慢できず新築を選び綺麗な家じゃないと俺あれ無理だけん、結構俺別に潔癖とかじゃないけど、そういうとこあるさい、でそれで住んで、でやっぱお金なかったけん、その家電とかもなんか安くてその3セットとかで買えるやつとかも買ったっさい、買って、そうでまあね、夜飯ももうあの何やろ、普通にこう冷凍食品のやつをもうチンしてとか、昼はもうカップラーメンでみたいな生活しよったっすよ、ずっと、そうでまあね、ある程度今落ち着いて、まあ一回もすっかり引っ越して今の家なんやけど、あの、まあ、今後ねちょっと引っ越そうかなと思っとって、でその家電を一新したいの一新、要はもう別に俺料理せんけど、もういいか、とりあえずなんかちょっともうこのタイミングで変えちゃえと思って、まあ、冷蔵庫で別に料理作らんけん、ある程度、いやまあ大きく、まあちょっと大きくしたぐらい、ちょっと大きくておしゃれなのしたそうで、まああのもろもろ結構、あとなんかあれかと、ダイソンのあの扇風機みたいなやつ輪っかの上がったこういうやつ買った、ダイソンのやつそう買って、あと洗濯機もうちょっと変えたりとかして、そうついに、そうなんか翔平がドラムいいって言ったけんドラム買って、ドラムの洗濯機そうとか、あとテレビも大画面でスマブラしたいけんちょっと大きいの購入品紹介多分できんと思う、家移さなくなるけん、だいぶそうテレビも、でもだけもうそれ1日で全部買ったっすよ俺、やばもうやばかったマジで、俺多分人生1買い物した、人生1の買い物をしました本当に、そうよ
お金持ちか、まあ、貯金をずっとしよったっていうか、貯金っていうか、まあ、俺あのこんな感じやん、毎日ずっと仕事しようけん、あのあれもなくて使うこともで、まあせっかくのタイミングだしと思って、そうちゃんと夢タウンポイント5分いや夢タウンで買っとらんって言ったよね、夢タウンで買えばよかったね、そうね、夢タウンってあれって言ったよね、夢タウンポイント5倍、うわーなんかばあちゃんとかと一緒行きよった、お買い物しに今日ポイント5倍だけ行くよって言って行きよった、勉強さ、いや値切ってない、うん、一気に全部買いました、あとあれちょっとスピーカーとかいろいろ買って、何が一番高かったかな、テレビと洗濯機かな、がだいぶ高かった。俺東京住んどるよ、そう熊本じゃないっすよね、まあ、19年間熊本おったけど一人で行くやろそう俺基本的に一人行動多いけん、マジ大画面のあのテレビのスマブラはマジワクワクするマジワクワクする、マジで。あと何買ったっけ、あ掃除機も新しいの買って、何買ったっすね、他なんかまあもろもろか、細かいのか、ちょっとで家具もちょっと一新するけん、ソファーとかも、そうこいつとかも持ってくけど、あ、レンジも買った。そう。やっぱ、温めたりするけんね。でもルンバって俺信用しとらんすよね。え、わからん、え、これわからん誰か。ルンバってなんか信用できんくない？いや、俺結構やっぱ、古臭いけん考えが。なんかロボットごときになんか家を掃除できるとは思えんすよね、なんか。なんかだけ普通になんか自分で手でやっておくにゃみたいな。いや、もう間違いなくめっちゃ広くなるけど。いっかと思って、そう自分でなんか自分で綺麗にした方がなんか綺麗、え、なんか俺あんま任せたくないっすよねうん、そうだよね、拓也さん初期ありがとう、そう、あとでも俺こっからまたパソコンとかも買うけん、パッありがとう、ついに作曲用でデスクトップを買います、楽しみすぎる、たけどんだけやマジで、なんで引っ越してこげん金かかったやマジでだこだりマジおすすめよく出てきます、え嬉しい、ありがとう、俺のマネージャーと一文字違いだったマック買う、うん、作曲どうやろうね、そう間取りとかあの言う予定もありませんけど、はい志賀さんどうも(咳)ワンちゃんもねお出迎えしちゃうけどね、ちょっとまだ余裕はないよね、うん、いやなんかそのなんやろ、生活的な余裕は全く問題ないんやけど、そうあのね、お最初のお世話とかだいぶちょっとオフくださいって言わんと、かっこいいありがとう、そうアニメの主題歌やったよ、デュエルマスターズの今期のオープニングテーマ曲を、はい、熊本で熊商だって、熊本商業高校、掃除機はダイソンにせんかった、うん、今あるテレビが45よりでかいって感じです45インチよりもあのでかくなります、だいぶ、はいそれゲームするけんね、そう、それがねちょっと、あーありがとう、
TikTok これから撮るから俺。今使ってるテレビ。え、俺さ、前の家の時もちょうどあのなんかコロナの手当みたいになってんか、俺あれテレビ買った伝え、その時もあれ下取りみたいな出したけど、多分今回もそんな感じになるというかね、きっと。明日学校行って頑張れ、月曜だね、明日ね。泣いてた。ああ、まあ俺の細やかな条件に、まあほぼほぼどうやろうな、うんって感じ。他も基本的にまあ持ってく家具はほぼほぼ一緒やけど、まあテレビ台とかテーブルとか、うん、は買えるかな。照明とかプラス買うけど、うん、レイアウトがマジ、レイアウトに俺マジ結構命かけるってたよね。多分あの TikTok よくご覧の方は、こいつこれガチ家なんて思う方多いと思うけど、これガチで家で、そう、部屋結構おしゃれするの好きってたよね俺。そうだけど、なんかこういうのとか、全く俺がこういう全く関係ない TikTok してるんだったら、多分部屋系のやつとかやっちゃったかもしれんね。うん、ありがとう。あ、今日エレクトーンとか、マジで思って、家賃言うか。夜勤頑張って、鼻カメラやると。 TikTok 撮ってってるところ配信して、ああちょっとおもろそうやけどね、それはずいわ俺。なんかルネさんどうも、みんなさ、なんか裏なんかこう、なんていうの、周りくどく家のなんか情報聞いてくんのやめてもらっていい。家賃とか間取りとかルームツアーしてとか、うん、絶対にしません。安心してください、絶対にしませんので、はい、どうぞご安心ください。はい、そうですよね、みんな来ちゃったらもう一生来れなくなっちゃうからね。ね、それで済んだらいいけどってなっちゃうけんね。マジです、そうだよね、そうだからね。うん、まずありがとう。こっちも教えるからさ、ん？知らんでよか。家に行こうにも県外遠いんだけど、なんで家行こうかしようって。熊本28、そう、ソロライブ B9 ってとこやるけど、最近くしゃみがめっちゃ出る、どうしたん、何したとえ、大阪詳細待ってね、鳩連れていく、絶対連れていかん、マジで。そうよ、家賃払わんけんね、あいつら。新居、なんか新居パーティーしようみたいな話はしとる、メンバーには。本籍は俺熊本やろ。うん、じゃにゃ、あ、そうばい、あと、パスポート作るときだってなんか送ってもらったもん俺。
家賃払わせるから連れてって。俺が払っとるじゃねえ。急に熊本の人やめて。ハリポタの舞台行きちゃうかもしれん。誰と進むと、なんで俺が誰かと進まなんて、めんどくしや。いや、ルームシェアとか俺多分、いや、まあやれって言われたら別にできんくわにゃけど、したくにゃやね。普通は。あ、隣豪邸に住むとかだごいい、そういうの。めっちゃいい。一人寂しくないばい。最高やろ、普通に。一人が自分よくない?あと、ありがとう。暮らしいいぞ。風呂何個ある?え?な、俺大豪邸にでも住むん?どこの豪邸なんや?あいよ!急な、急なやつ。一人暮らしで大変だったこと?あれ。なんか、たまに人と飯食いたくなるのと、洗濯と掃除がだるい。ぐらい。他、なんもない。他でなんか嫌なこと、なんもない。全くないです。はい。快適。大好き。です。なら!なら!また!ライブで!ね、自炊先輩、俺自炊せん。奈良のライブで、今日ライブあるけん、TikTok もまだ撮るけん、今からね、今日店長部やるけんね、Twitter、インスタ、まだフォローしてないよっていう人、熊本の彼氏見てね、あ、今日シンガーソングライターやったんや、ダンス&ボーカルグループやってんやって知った人は、この後もうポチってしなせ。俺多分フォローしてくれとるよね、してくれとるよね、してくれとらんと。TikTok フォローしたら、出るけん、プロフィールのとこに。そう、なんか、Twitter とインスタ、多分インスタマークついてるけど、インスタと、Twitter と、あと、タクヤの動画って書いてあるけん、そこにまあ YouTube とかも載ってるけん、いろいろ。はい、店長、あいよ。ぜひフォローしてください。で、ライブスケジュールとかも書いてあったりするけん、ぜひ遊びに来てください。地方も結構あるので、はい、お待ちしてます。7月、俺、誕生日もあるけどね、ちょっと、最強の月にしていきたいと思ってるので、よろしく頼ます。あいよ。ならね。バイバイ。また2日後の夜会いましょう。配信は。ならね。バイバイ。